所狭しと野菜が並ぶ直売所。一年中いろんな野菜を作って売り出すのは全国各地の直売所名人たち。売れる野菜を作るための知識やアイディアが人一倍なのが直売所名人。でもそれだけじゃありません。実は直売所名人は忙しい日々の作業を上手にこなす作業名人でもあるんです。まずはいつものやり方を見せてもらいましょう。霧島さんも厳しくチェック。ここが深くて、あそこ急にあそこになるでしょ。みりんがないからあんな高い服ができて、深さが全部変わってしまう。みりんがないから。堤くん、みりんをつけずに作業していたんです。土の飛ぶ量もなんだか少なめ。マックス詰めの割には飛ばんねん。飛んでないね。なんとか埋め立て終了しましたが、やっぱりデコボコ畝になってしまいました。まあ普段やってるのとあんまりこれが変わらないという現状な感じです。それでは桐島さんと反省会。まず堤くん、ビリンを使わなかったのはどうしてでしょう。ビリンがこう歯より前にあるとそれが邪魔になるのかなっていう。さてビリンをつけギアを高速にしたところでもう一度畝立てしてみます。耕運跡の線を目印に管理器をセット。線に沿ってまっすぐ畝立てしていきます。ビリンがしっかり効いてブレもなし。高速ギアなので土もきれいに飛ぶ。上手上手、すごい上手。さあ仕上がりはどうでしょう。見事にまっすぐです。表面も真っ平ら。格段に安定しました。感覚的にはこれ手離してもまっすぐ進んでいくんじゃないかなぐらいの安定感がありました。名人に一歩近づきましたね。